三ツ山雄一郎の気になったので丸々してみました。三ツ山アナウンサーが気になる話題を独自に調べ紹介いたします。三ツ山アナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。若狭さんの、はい、パスタ動画ってもうあとちょっとで1000いくんですか。なんなら私の草野球の投球練習動画、はい、いよいよどうでもいい動画すでに1000回を超えております。うわ、ありがとうございます。1000回超えている、いい私と若狭さんのこのコーナーも YouTube に流れてますが、はい、500、600回ですよ。十分でしょう。まあまあありがたいんですけどね、見ていただいて。1000回の動画でなかなか伸び悩んでるものもありますから。カッパ実況、いやそれは結構僕はいいと思うんですけど。あんまり伸び悩んでない。伸び悩んでる回数としてね、回数としてはね、はい、そういう事実がありますが、あの若狭さん、ちょっともう YouTube のことはもうちょっと一回忘れましょう。そうしましょうね。もうちょっと今日はね、私の熱がこもるニュースを持ってきました。はい、はいはい。あの、まず、私、嵐大好きです。ジャニーズ。嵐好きだ。解散したんでしょ、嵐って。解散ちゃう。ちょっとやめて。これ本当に嵐ファンに冗談でも言うと解散って言葉を。活動休止だから。本当に怒るよね。怒りますよ、本当に。でも二度と活動再開しないでしょ。する何を言い切ってる、若狭さん。これお願いします。怒られますから、すいません、本当にお願いします。ね、いません。あと他にはジャニーズ V6 が26年という歴史に幕を下ろして解散ということもありました。名曲がたくさんありました、はい、そんな中で今ホットなジャニーズニュースといえばこちら、なにわ男子デビュー。なにわから吹いている風が凄まじい。なにわ男子、気になったので、というより私ファンなので、魅力を伝えに来ました。ありがとうございます。いや、これ私も嬉しいのは、なにわ男子の名の字も知らないから。あら、そうですか。ザタイムで MBS の福島信弘アナウンサーが、お伝えしたと、はい、インタビューをしたというのを彼のツイッターで知ってるぐらいで、あ、そうですか。なにわ男子が何者かは知らないのよ。今流れているのがデビュー曲ウブラブという曲なんですが、はい、耳にしたことはありませんか。まあ、ちょっと今ここサビじゃないですしね、ちょっとあれですけれども。いやでもね、ごめん、ないわ。あ、そうですか。このウブラブ11月12日、先週リリースされまして、はい、最新のオリコン週間シングルランキングでは初週 70.6 万枚を売り上げて初登場1位を獲得しております。すごいね。私ももちろん買いました。というのも私以前、あの、なにわ男子っていうすごい関西のジャニーズアイドルがいるんだぞっていう話をコロナ禍に入る前に私 CBC ラジオで熱くプレゼンしましたので、ちょっと今日はテーマ2つでお伝えします、はい、1つ目がなにわ男子ってどんなグループ、テーマ2つ目デビュー曲ウブラブだけじゃない、知ってほしい、聴いてほしい曲がある。え、今ここサビじゃない。ここサビです。あ、これ聴いたことあるわ。ありますよ、ね、あるかなりいろんな音楽番組で流れていたと思いますが、ただそのウブラブよりも、ウブラブももちろん聴いてほしいですし、他にもちょっとね聴いてほしい曲があるということで、今日はお伝えしていこうと思います。いい、ね、ちょっと熱すぎますか。大丈夫ですか。大丈夫。空回りしないように気をつけます。行きましょう。テーマ一つ目、なにわ男子ってどんなグループ。はい、なにわ男子、ひらがなでなにわ、漢字で男子、なにわ男子です。ジャニーズに所属する7人組、7人のグループです、はい、2018年秋に関西に拠点を置く関西ジャニーズのメンバーで結成されました。平均年齢は約22歳、はい、下が19歳、上が25歳というようなメンバー構成です、はい、ファンのことをなにファムと呼びます。なに、な、何ファム。ファム？ファム。ファム？そうなんです。で、私、なにわ男子のライブを見てドハマりした。つまり私は、何ファムでございます。はいはいはい、若狭さんにも少し、何ファムに近づいてもらいたいと思いながら、はい、今日はちょっとお伝えしていこうと思いますが、なにわ男子の魅力、グループ全体の魅力を、はい、今からちょっと、なにわのあいうえお作文でお伝えします。おー、いいね。なにわのな、ナイスガイが7人。ナイスガイが7人。はい。なにわのに、人気がすでにすごすぎる。ニラが好きなメンバーが多いじゃない。ほら、違う。聞こえなかったんですか。え、もう一度言いましょうか。はい。何はのに人気がすでにすごすぎる。あ、もうわかりますよ。若狭圭一が気になっているでしょ。わーわー。何言ってるんでしょ。何言ってるんですか。これはもう、もうやめよう。怒られる。いいですよ。はい。これがラジオです。何はのは、わちゃわちゃ感、何は感がたまらない。ほう。
まずなにわの名ナイスガイが7人についてですが、はい、もうアイドルの総攻守が揃った王道キラキラアイドルと言っていいと思います。とにかく7人ともビジュアルがいい。かっこいいんだ。かっこいいんですよ、はい、それに加えてアイドルに欠かせない要素、歌唱力、はい、ダンス、これも7人とも抜群、はい、ですのでステージ上でのアイドルとしてのパフォーマンスが抜群なナイスガイ7人です、はいはい、そしてなにわの2、人気がすでにすごすぎる、うんうんうん、これデビュー前からすごかったんです、うん、ライブの倍率がおよそ70倍っていう時もありましたし、はい、私もことごとく外れました。あと印象的だったのがデビュー前のイベントで参加整理券を配布するときに、はい、ファンが殺到して運営できない、急遽イベント中止、なんていうこともあるぐらい、それだけデビュー前から人気がすごかった。今携帯でなにわ男子を検索し写真が出てきましたが、本当にみんな可愛いね。そうなんです、ビジュアルがかっこいい系、うん、で弟感のある可愛らしさ、うん、美しい顔など、このかっこよさも系統が違うという、ね、そうね、そこがまたいいんですよ。あんまりこうゴツゴツした男っぽい感じでは、まあ、当然ジャニーズですから、割と可愛い綺麗系が多いですけど、本当に王道ね、うんうん、人気があります、はい、でデビューしてからもすごい、ファンクラブの会員数がすでにネット情報で20万人を超えているんじゃないかと。これはすごいの？これすごいです。まあ、デビューしてすぐというので、この20万、もう2桁万人いってるっていうのはすごいんですよ。で、実際に私もファンクラブに入っているんですが、はい、ファンクラブの割り当てられる番号って入った順番なんですよね。おうおう。で、僕もやっぱりできるだけ若い番号が欲しいということで、やっぱりファン心理として。はい、ですので、もうとある日の正午から受付開始って言われて、スマートフォンとパソコンのダブル体制でやろうとしたんですけど、うん、パンク状態で繋がらないと、で結果的になかなか繋がらず、うん、その時間が 3,4 時間続いて、うん、でその後仕事があって、なんとか10時間後にアクセスできて、うん、結果私の受付番号、会員番号8万台ですからね。へー、すごいね。初日ですよ。カッパの画像何回やったっけ？え、再生回数100何回。アナウンサーのCBC の YouTube チャンネルの登録者数1900人です、ね。まもなく2000。すごいね。10時間で8万人。10時間で8万人。すごいんですよ。で、さらに、デビューした当日に、インスタグラムを開設しました、なにわ男子、はい。はい。インスタグラム開設したら、1時間足らずで、フォロワーが10万人。すごいね。で、現在、開設してから9日経っていますが、先ほど確認すると、50万人ほどいます。すごいわ。ちなみに、うん、CBC アナウンサーのインスタグラム、フォロワー数5年やって3500人。比べるな。だからそこは次いきます。行こう。なにわのわちゃわちゃ感、なにわ感がたまらない、はい、先ほどなにわの名のところで王道のキラキラアイドルとお伝えしましたが、うん、はい、やっぱり関西出身のジャニーズアイドルということで、はい、MC になると関西人らしい楽しいわちゃわちゃ感が溢れるんですよ、はい、誰かがボケる、はい、それにつかさず突っ込む、はい、で時にそのボケに乗っかる時もあると、はい、もう7人のわちゃわちゃした雰囲気が楽しめる。でそんなメンバーをきっちりと MC 力の高いメンバーが進行していくということで、ただただわちゃわちゃした感じではなく、一つ7人のコントを見ているような感じといいますか、そういったこうグループの良さが詰まっているんです、はい。でそんな中でこの今流れているウブラブという曲は、うん、まあ、初週が70万ほど売り上げて、うん、まあ、1位を獲得していまして、非常に多くの人にも知られてきている曲だと思いますが、テーマ2つ目、デビュー曲ウブラブだけじゃない知ってほしい曲がある。そうなんでしょ。そうなんです。このデビュー曲ウブラブだけではなく、今から伝える曲を知ると、なにわ男子のデビューしてこれからという思いをこう感じられる曲になってます。お、曲名がなにわんウェイという曲。なにわんウェイ。なにわんウェイという曲で、若狭さんにも歌詞の紙をお渡ししますが、はいはいはい、これデビュー曲ウブラブに収録されている曲なんですね。なにわんウェイはあれなんだね、英語表記というか、はい、なにわがそのままアルファベットローマ字になってて、はい、ワンウェイ、はいはい、そうです。で、なにわんウェイ、日本語訳すると、なにわの道、なにわの行く道という、うん、そういった訳し方ができますが、うん、この曲、ズバリ、夢に向かっていくなにわ男子の力強い決意、その夢に向かう道のりには、必ずファンと一緒にいるよっていう思いが、うん、こうストレートな言葉で、なにわ男子の等身大の言葉で届いてきます。はい、で
歌詞の最初から最後までファン思いである部分となにわの決意が歌にこもっているんですが、はい、注目した歌詞が2箇所あります、うん、メンバーの決意が感じられるフレーズ、七色に輝く未来へ僕らの歩幅で進んでいこう。七色ってことは七人ってこと？そういうことなんですよ。メンバー7人が自分たちのペースで夢に向かって進んでいこうと。で、その歩いてきた7人の道のりを振り返った時に7色の虹がかかっている、そんな夢に向かって頑張っていこうという決意が感じられるフレーズ、はい、これがサビ前にドーンと来るわけですよ、はい、そこからサビの歌詞でファン思いが伝わるフレーズがあります、はい、君とずっとどんな時も何はともあれ走っていく、君とずっとどんな時も何はともあれ走っていく。この君がファンなわけだ。そういうことなんですよ。ファンとずっと夢へと走っていくよ。どんな時も何はともあれ走っていくよ。どんな時もとにかく前に向かって進み続ける。歌詞見ていただきたいんですが、何はともあれって普通書くときは漢字で何、ひらがなではともあれだと思いますが、うん、この歌詞は何は男子の何はともあれって書いてあります。はいはい。ですので何はともあれという意味と何はとともにあれという、そういったダブルミーニングがかかっているように私は曲を聴いていて感じました、はい、ということで今から曲を流していきたいと思います。この曲には公式サイトにこんな言葉が添えられています、うん、輝く未来へみんなで歩む決意を込めた一曲、これまでもこれからも何は男子とともにあれというそういったメッセージが込められています、はい、何話のメッセージをじっくりこの箇所をたどりながら聞いていただきたいと思います、うん、ポップで爽快な曲調となっています。何話男子で何話ンウェイ。こうやって指を2本こう親指と人差し指をこう L 字型にしてこう右へ左へとこう向けながらこうやって、だから後で YouTube で見てください、これもうダンス私完璧でございますので、はい、ちょっと待ってください、私の熱量なんか大丈夫ですか？置き去りにしてないですかね、リスナーさん。ちょっとメールのリアクションが楽しみですね。確かにどうなってるか。若狭さんどうです、何は男子のイメージというか、あ、こんなグループだなっていうのは分かりました。おさらいすると、はい、7人が7人ともイケメンで可愛らしくてもうザ・ジャニーズという人たちです。で、すでに何は男子、この最初のデビュー曲というかウブラブで知った人はいるかもしれませんが、その前からもう人気は爆発的だった。そうだ、そのフォロワー数だったりファンクラブの会員数だったり、はい、っていうことですね、はい、で、やっぱり関西の人たちだからちょっとそういったトークになっても面白くできますよっていうことなわけでしょ。そうなんです。あ、よかった、伝わってる。あ、よかったよかった、よかったです、伝わってるよ。ちなみにこの曲なんですが、なにわ男子のオフィシャルミュージックビデオが YouTube に上がっていまして、うん、この YouTube のこの
ミュージックビデオもぜひ見ていただきたい、はい、というのもミュージックビデオメンバー自身が協力して出し物を使いながらミュージックビデオを完成させているんですね。でそれを見ることによってメンバー一人一人のちょっと自己紹介みたいな形のミュージックビデオになっていますので、はい、見応えがありますので、はい、ぜひこうチェックしていただきたいなと思います。そうですね、もう今ジャニーズも YouTube にどんどん動画も流してる時代なんだもんね。一昔前じゃ考えられないですよ。そうだよね、はい、すごい時代になってます。だって本当にジャニーズの皆さんってロケに行っても写真撮影もね皆さん丁重にお断りしてるし、はい、サインもなかなか書けないし、いやそうですよ、どちらかというとまあまあよく言うとちゃんと彼らを守るという、はい、そういうスタンス、これ、ね、ドラゴンズもそうだったんですよ。やっぱりどちらかというとそんな YouTube なんかに、はい、YouTube なんかにって言ったらもう失礼ですけども、はい、あんまりそういった動画はなるべく出さないっていう方法だったけども、もう今真逆だよね。もう権利フリーとは言わないけどもそれぐらいのもう垣根はなくなってる。やっぱりこの SNS 時代だからこ そ, そ, う そ, う そ, うやっぱりこう追随してくると言いますか、はい、こういう形になりますよ ね, ね、はい、いや若狭さんどうです、はい、何ファムにちょっと近づきましたか。そうですね、本当ですか、言って言わないとまたな怖いからさ一応言っといたけど、いやいやでもよくわかりました。あ本当ですか、はい、よかったです。すいません本当にありがとうございました。今日は熱量たっぷりにお伝えいたしました三山雄一郎の気になったので丸々してみましたでした。はい、続いてはこちらのコーナー。